中国のお客様がいっぱいいらっしゃったんですけどショーが「ちょっと待ってちょっと待って」って言って手でやったから <laughs> 両手で「ちょっと待って」って言ったら勘違いしてからね「バイバーイ」つ <laughs> ってて打ってると思われて <laughs> どいてどいてみたいな感じで。ったから <laughs> さあって今やくというば「タウランド」って<ー>「あびしさのアーテサーや」<laughs> いや,、うん、いやでもまた来ていただけたらね、うんはい、全然ご覧いただけますんで結構 僕ら、さあ僕が最近言われるんですけど聞いてますよってめちゃめちゃ言われますねあ、そうなのなんか急にえはい、今週から入ってまあうんじゃやがやただ何かで、何のオリジンアワー聞いてますよんアニーオリジンアワー、オリジンチャンプル金曜日はい聞いてますよってあ、そうなのはいはあ珍しいねこれは来てますよ、だからまーのちゅやがやまーのちゅうんまーのちゅやがやいえ、急にヤンキーみたいな言葉走って まあまあどこ一応僕の知り合いなんですけど知り合いとかあの職場の人とかああじゃあもしかしたらツイッターとかあんなのでわかるかもしれませんねツイッターとかそうですね僕がやっぱ職場の人に関してはお笑いやってるからあのやってる姿とかラジオラジオです,すいません今日上がりますつって上がったりしてるんですけどラジオってお前一体何してんだと ずっと思だからどこでやってるみたいなそれを気にした職場の人が「本当にラジオ?」ってちょっとがいのようなあったんじゃないですかね一応ねでもちゃんとやってますよって言ったらバイトの人融通聞くんだねこんなやってねいやもう助かってますラジオお世話になってますよこの話ももしかしたら聞いてるかもしれませんからいやもう普段からも助かってます本当にねだから聞いていただいてるんでそういう反響ありましたよやっぱイラ君んちはちょんどおり い <laughs> った職場ルつあヤンキーか <laughs> 急に田舎に名寄ったやし <laughs> すぐはけたけどね <laughs> 女の人と最近ね、うん、これ腹立つなーって思ったんですけどちっちゃいんかなと思ってはいはいはいあのーうん、この夕飯とかさご飯まあご飯普通に食べてる時にですようん、うん、はいはい女性の人とね例えば食べてる時にうんうんうん おかずだけ食う人っているじゃないですかまあご飯があってからご飯あってご飯少なめのおかずだけ食う女の人いるじゃないですかもしかしたら俺はもう見たことないけどマジすかいるかもしれんね一応はあれ何と思って自分の自由さいや自分の自由っすけどなんていうんですか例えば餃子があって餃子が10個ありますはははいいい 餃子が10に対して各々のご飯です、うんうん、だからこの餃子十10をどうにか人数分で、うん、食うしかないじゃないですか。あ何名かいるってことそうです。あ何名か自分一人じゃなくて例えばまあ,あの1対1でもいいです。これは、あのー、居酒屋ラングーと食堂とか食堂でも居酒屋でもいいですよ。もうどこにそれも限らず、うん、なんか僕は女性の人が。 おかずだけ食う人結構当たるなと思っててー、そうなんだみんなおかじゃあだっけおかじゃあおかじゃあっていうんですかおかずだけ食べる人かかずの人じゃああるそういう呼び方あるんだおかじゃあとよく当たるってことおかじゃあとよく当たるんすはいはいはい何が嫌なのって全然でしょいや嫌でしょ10に対して僕は2でご飯を食べたのに例えば5名いてはいはいはい5名いてですよ餃子5 うん、あ餃子10分けるとしたら2じゃないですか1人まあまあそうだね、うん、になるじゃないですか普通に考えたら44っすよ4っすよ<ー>4っすよ4っすよっすよ四っすよってよ4、うん、っすよっすよっすよまあ確かにな一応はまあ他の人のことも考えるようって話でよ一応はそういうことですよあんしがこのおかずたくさん食べる人だったらああもう上等やさっつってからじゃあ自分があんまり食べないよ ぐらいの気持ちんんといいいいけななじゃや僕はだからそのスタンスなんですよ最初からうううんんんでもでもっすよはいはいえいいよ食べていいよ食べていいよって言ったものの4位きったんでお前マジかってなったんですよいや俺全然全然ね、腹立つあれちっちゃいんかなやっぱ俺うん、まだ 原辰徳さんの話がよかったな。生の巨人のカタコレーブだよ <laughs> いやいや。原辰徳さんの話が原辰徳さんの話がよさんの話がよかった。されてもその話 <laughs> 現役時代の原辰徳さんの話がよかった。さんの話よかった。原辰んの話はよかっさん選手でも確かにそんなイメージはないですね、うんなんで。なんでそんな人間怒るのかなって思うぐらい。まあまあ何自分がいい人でおうふじてないよ。 じゃないけど、運化せよ。マネタンチャーやってるばって。昔はもうすぐ短期で切れる人あったんですか。あの学校自分よ。もう学校自分嫌な中からうから死ねからわじわじいさんによ。くさみやに縫うからあのアビイたちがや生になってから全然。なんてこんな人もいるんだなぐらいの気持ちよ。あじゃもうもう若い時に切れまくってたから。切れまくるまではいかないよ。ああ数が足りなく売り切れだ。 切れまくってたらもうパニックん確かにな準選手そんなにそんな感じしないななんで別にこの人が何その時に怒らせとともしてないはずだろなわかりますそうですよそれもわかるんですけどだからだからなんすよねあのよ飲んでる時にとかさわじったりとかする人いるさもう本当にいいやあ これは僕はしないですよ。飲んでるときには。僕も場合分けもありますからね。それは説得力がないじゃんや。一応ね。いや全然飲んでるときに切れるのあれはちょっときついな。またあじゃないねからワシトウせ。ワシトウソ。ワシトウソ。ねえ、ワシントン条約ぐらいでうれ。方分からんから。全然何この人がわじってても響かないんだよな。 もしちょっと怒られても。で明日になってから結局そういう話も全部忘れてるから要するにお酒の場で怒ってもお前今お酒飲んで怒ってるだけだからなっていう感じですけどさっきの間にイアン・ベーサーにワジトンドぐらい。ままああねそれは確かお酒 飲んでから、あれすんの、ちょっと嫌ですね。全然、あの、わじわじっていうのはないんだけど。うん、あのー、よくよいや、ちょっとあるでしょ純選手もさすがに。ちょっとありますよ。なん、なんていうの、あの、例えばさ。はい。え、違う、わ、ワインじゃあね、カメラ。持ってきてからさ、はい、あ、写真。撮っていいですかって。はいはい、おお。嬉しいさ。 今回、先週か那覇祭りとか行ってから、なあ、あんかいいんじゃねあ、30分目、ちっちゃいしがよ、30分よ、うんなんかかくまってや、写真撮らせてくださいんじゃねえ、日がたくさん集まってきてうれしいさ。もううれしいっすよ、めっちゃうれしいっすよ、それ。その時にに、たまにさ、この4、5名ぐらいのグループがいるさ、で、純正書、写真お願いしますって言っえ、ら、いいよっつって、そしたら、例えば、 子も来てナオミも来てみたいなあと一人に言うんだけどその人が「いいよ私はいいよ」っていうさ言う人がいるわけさ「私はいいよいいよ」ちょっと恥ずかしいってね「いやいやもうこんなんじゃないからいいよいいよもう自分たちでだけ取って」ってからでもこの受信者や「孝子ナオミはお願いおいで」っていうわけ俺のみにもなれって感じだわけよ わかる?。取られたくないって言ってるさ。わわしってまで、と、と。ね、あの、別に取らなくていいんだよ。うん、ごめんなさいね。で、こういう人に関しては、ごめんなさいね、もう少し売れてから、取れるときに取りましょうね。あ、いい、あ、その、それ用の返しも一応持ってはいるんですね。うん、まあまあまあ、普通に、もこんな僕で、もう本当にありがとうございますっていう感じだよ、本当に。もう嬉しいから、私が取りたくない。 ってて言われて、はい、で、無理やり俺のところに暮らされて <laughs> 撮るっていうのも。<laughs> <laughs> <laughs> な何ここの人の複雑な心境にはなりますね。例えばライン交換してからこの人に送ったら、この人からしたらもしかしたら消去するかもしれない。まあまあまあそういうことですよね。まあまあそのなんていうのかな嫌いかどうかわかんないですよ。でも恥ずかしいのかもわからんけど、ただ一応取るだけは取っとけ。一応はこの場は取るだけは取っとけ。今その時間もうパって取って終わりさ。そのくらい。 あなたが恥ずかしがるこの時間が一番苦痛なんだと本当に好きな人っていうのをさあ<ー>あの応援してるってか思ってる人なんかは、はい、あの写真撮っていいですか ってていいう前に握手してくださああこれはもう嬉しいですよ、ね、あそれも嬉しいよ、うん、本当に、まあ、この人本当に応援してくれてるんだなってはい、はい、で本当に申し訳ないんですけどももしよければいいんですけど、はい、ってか言ってくるわけはい、はい、あ写真ですかいいよ全然いいですよって話するさ、うんはい、あっいいんですかみたいな相手はそこまで望んでない人とかでも 一応いるいるさんとは本当に謙虚な人へとても謙虚ですねですからもうとっても嬉しいよなのにもかかわらず私はいいまあまあまあでも人それぞれ恥ずかしいのかもしれませんしそうそうそうあの終わったドゥシゴアのよ。お祝いおうちのお祝いに行った時にこのドゥシゴアとヤニやチュアツマトウセイや朝にこのドゥシゴアのアンバーガよ「いいよ私はいいよ」って言ったわけ だけど、この友達の子供を俺抱っこしてから、はい、俺も結構ね、お母さんがいいよって言ってるけど、はい、いいよ、一緒に撮りましょう、撮りましょう、撮った奥さんそうしてから、もう何ヶ月か経ってからだよ、はい、渡辺志子がお母さんから電話借りたら、うん、これ、待ち受け画面にしてたって、あの写真。<laughs> <laughs> でも中には本当に恥ずかしくてからなるほどねねこうやってやってくれる人もいるんだね一応ね <laughs> 一応はでもそれはそれでありがたいですね今までや,やってくれてたってことはお笑いするまで写真も撮られるのかおっとこかよ <laughs> 急によ。 いやそりゃ有名になりましたからね。はしようとか思ってよ。もうやっぱり芸人しててよかったなと思う、この時は。ああ<ー>、うん、俺は今のところそんな話一切ないですけどね。なんであの職場の人なんかと撮ってるでしょいや、写真撮らないっすよ。撮ってくださいって言われるのも <laughs> まあライブとかはありますけど、そんな街中で歩いてたりとかしても一切あれどう例えばよあのこのお客さんなですよ。 選手撮りましょうっつってでショーにカメラ渡す人がいるさはいはいはいどんな思うねくクソって思うねんウェニーイフウレンバイイよはいあのね変なだからショーも一緒に撮ろうとかいやでもあれは仕方ないですよあれはしゃあないですあれは僕がまあその場になったら普通は僕みたいなサイドの人が撮らんと逆バージョンもあるよ 逆バージョンも例えば、あのー、他の芸人映、はい、すって言ってから「はい、すいませんちょっと僕のこと分からない人がよ潤、はい、選手っても分からなくてから、はい、写真撮っていいですか?っっか」はい、いいって言って「いいよ」って言って渡されたら俺が撮る人やんば <laughs> その時はどう思うんですか潤 <laughs> 選手は。 もうそのままあの僕もお笑いやってるんでっつって、はい、自分のところにカメラ向けてポシッといつもって一応ボケにしたけど内心ちょっとくっとか思ってるじゃないですか <laughs> <laughs> いやまあでも写真はね、うん、でも写真は、うん、そうと俺が僕が撮れますよって言わないとうん、うん、俺は両方損すると思ってるから。はははいはいはい、はい 写真撮りたいけどみんな待ってるけど「入って入って誰かにお願いしよう」みたいなあの時間が生まれますはいはいはいでえ僕も撮らなかったら僕も僕で後輩が撮ってないっていうなんか変な感じのね俺が撮ってあげればいいのにって思われるかもしれないそういう人たちのからの目線もありますいいいしかないと思いますだあれはもうとすぐ撮って「ありがとうございました」 って言って、<ー>その時間はもう、苦痛の時間とか、そういうことじゃないですよ。うんうん、お客様も、もうパって撮りたいじゃないですか。はいはいはい、うん。だからもうすぐパって撮ったらいいんですよ。あれ。あ,あ、そうなの。うん、わじわじするんだ。<laughs> <laughs> だからね、本当に、あのー、最近やった、はいはい、じゅんとすけライブ。 ビアガーデン僕もすっとこどっこいコンビとして出演させていただいたんですけどその時にももう本当に1年ぶりとかじゃないですかね2年ぶりとかじゃないですかねサインをサインサインお願いしますって言われたんです会場からビアガーデンさんからああいやいやモンタナさんはいはいあの会場のですかねもしよろしければサインいただいてもいいですかその時どう思った 僕一回今日拾うかな思って。おあ、俺サインやったかなと思って。サイン、あれ、ちょっと待てよ。あ、あった、あったってなって。あ、いいんすか、逆にってなったんです、僕は。あ、なるほど、その時は以上、正直嬉しかった。嬉しいですし、ただ怖いっすよ。こんなサイン慣れしてない芸人は。色紙、あの色紙一枚分に、書くスペースとか把握できないっすわ。あ、なるほどね。あの、とても嬉しかった、そうで。 あれはね、僕がモンタナのオーナーさんに、あの方も芸人やってるからサインもらっといた方がいいですよって言ったからね。いや、ジュン選手かい。おい。そう、お前ムチチョイビンド。サインシキシゴワ。おい、マジシャンみたいに急いたこの話の流れで出したじゃないですか。サインお願いされたんですかおお願いさってよ。ええ。生からカチュンバーて そばうん、いや相場の名前も書かしてくえじゃん。ならん。<laughs> <laughs> なんで書かして。<laughs> これサイン語はよどうのどう意味や自分でやる、ね、か、ね。うん、最初、ねちょっと照れくさいよね。自分であ<っ>あのアイデアさあいいんじゃさ。わ 淳淳一平が何か勝ち、あさ、はい、にあの選手の線がよはむ、い、ちらなとろばで名盤がしいつ当時淳選手の線がサインだと淳選手のちょっと似顔絵的な感じだっていうな、うん、なるほどねはじめよ、はい、これがなあの一番お笑い進化に見られるのが恥かさん <laughs> あでもサインそうじゃないですか大体いや,いや周りの同じねお笑い芸人の人に見られるのはちょっと恥ずかしいですいやいやいや みたいななんかえじる人もいたりとか僕はそばうの芸名なんでまあそひらがなで全部そばうなんですちょっとあの「そ」の「そ」ひらがなの「そ」って書いたらちょっとクリンってなってる部分あるじゃないですか手みたいにあっちをクリンってなって一番最後のそばうの「う」につなげるように書いてああ 真ん中に「ばしよを書いて「そばしょう」っていうなるほどダサいね <laughs> ダサいやさ「その」「そう」で伸ばしていって<で>そのまま丸を描くみたいな感じで「う」うー「ださい」<laughs> これ何 真ん中にバーバー CO って書くわけ <laughs> そうーバー CO 誰が考えたのこれはいや俺が考えたさや <laughs> 俺が考えたよやいや別にね、まあ、サインはもう自分のおののの手だしねこれはでもね、うん、だからあんま書き慣れてないから難しいですね、うん、だから書いてくださいーって急にそば唱にお願いされたら時間5分はいただかないと <laughs> 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 もうぎっちり書く人いるよねそう,そう急にのどからってなったけど <laughs> あの川道先生とかの線見たことある見たことないしどっかの食堂とかでいろいろ貼られてるよ<ほ>うもう俺の前で書いてくれた時もあるんだけどさはいはいもう自分で似顔絵書いてから相当時間かけるわけよ「teach な teach な」ええ <ー S 2> 相当もう凝ってるよあもう丹精込めてでまたよ祭り会場とか行くさ高校し中学しなんかはよは <い S 2> あの「手に書いて」っていう人なんか多いわけ

減るものじゃないいからさやまあねそうですよもういくらでも変えてやりますよそばしょうなんてもいくらでももうほんとに本当にいくらでもすぐ目の前で消してもいいですよ写真もねもうほんとに俺もそうだすほにいくらでも撮ってくださいそして私に送ってくださいでもいいですよ撮られたがりですからもう自撮りして僕に行ってから撮ってから LINE 交換もして LINE してくださいって言って LINE 交換ファンとかとやる ?LINE 交換っすか ないっしょ。いやミスったなお笑い。ミスったな。一応するんだね。ファントライン交換は僕は。うん。あのないです。ああまたあれどまた。うん。そうだからなんかねいろいろね。いや怖いというかあのいろんな人に失礼なことしないかとかいろいろ。い言われる奥さん居酒屋ゴーとか言ったら純正状況とか固く生まれてから電話番号教えてってか。うん。 098866611。<laughs> 待て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 おい。<laughs> バカがいるぞ、ここにおい。<laughs> バカがいる。<laughs> あらんよ、あったとうしえ。事務所の番号ならさ。びっくりした。なんだ、びっくりした。いや、何、自分のおちと思った ?935 と思った。<laughs> びっくりした。事務所の電話番号かい。うん、事務所の電話番号。あさあの携帯電話見られるさ。はい、もう本当にあの、やからみたいな人なんかとかいるさ。 なねであお願い教えてお願い教えて,てちょっとそういう時はね携帯電話だ持ってるかっつってポケットもさやさあやしてから,から携帯電話あるさもうなんならお笑いのお笑いでいうかつあげみたいなもんすからねじゃあ CM いきましょうか <laughs> 俺滑ったやし今の。<laughs> ふわっっと滑った感じないメッセージはですねオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべ、はい、て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。ははい、それでは一旦 CM のラトイビン、どうぞ <noise> この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。ちょっと待てあ,あ、この声はちょっと待てすぐ行くからな。今、ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。まだですかもうちょっと待てそういえば、シャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来いよい品をいつも安く、ビッグワン はい、はい、木曜オリジンアワー生放送と「ルナトイビン」。 たまたまねねえ <laughs> さっきあのちょうどサインのサインのユたくそうた氏がよサインくださいの話をしてたんですけどね <laughs>、うん、あのガラス越しにねちょうど一人子供さんがいるなと思っててはいはいはいねあのいつもルースいつものねもしかしたらあ何やってるのかなこっちでっていう方かなと思ったんだけどちょうどあの CM 入った時にこのナイスタイミングでジュン選手からサイン欲しいっていう子だったんですねね <laughs> <laughs> だから偶然でね桜みたいな感じになってるけどでほんとに偶然ちょっと出てもらっていいですか出ましょうよ出ましょうじゃあ声だけ声だけねあのお子さんにお子さんはね小学生ぐらいかな喋れる大丈夫下の名前カットーって呼ばれてるみんなからカットーって わからん。呼ばれてるから。大丈夫ね。もう六時半、もうご飯の時間じゃない？うん。お母さん、お父さんが仕事休み、仕事をするから。あ、そうなの？オッケーもらった。オッケーもらったんだ。あ、そうなの？一人でこっちに来るって言ってから？うん。違う。お母さんと来た。お母さんと一緒に来て。お母さんは？うん。お母さん逃げた。逃げた。逃げたんだ。あ、そうね。買い物行った。あ、買い物行った。うん。え、今日ね、さっきだから話してる時に偶然、うんうんうん。こちらの外の方で、はいはい。あ。 で指さして。ああ。なるほど。指のさす方向がずっと準選手だったんで。あ、そうなの。そう。あ、た。たまたまこっちに来たの。うん。たまたま。通り。いつも通るところ準選手好きなんだ。うん。わかるの。なんでわかるの。うちなじ。うちなぐちが好きい。あ、そうなうちなぐちがすごい。うん。あのうちなぐちわかる準選手が喋ってる。知らない。知らないよね。お母さん。だって俺でも知らないもん。 お母さんに純選手だからサインもらってきなさいって言われたんじゃないうん。じゃあ俺のことあんまり分からないお母さんが好きなんやし。いいなじゃあせっかくだから。わったとか言うでしょ。わったって言うよ。よく分かるね。わった何の意味ね自分っていう意味。自分たち。わかるね。自分たち。じゃあ自分っていうのは自分。自分。は わわ、うん学校で使ってよ。学校でこのうちな口喋る人いる？いない。いないよね。いないんだ。先生でもういないんじゃない？いない。叩かれたらあがーっていう？うん。言うかな。あれなれる？急に冷めた？なんか。急に冷めた？分からん。初めてだから。ああそっか今叩かれないからそうだね。 昭和の話してたおじさんの話してましたねじゃあ一俊君ちょっと書いてみようだいいっすねいいねせっかくだからはい一俊君はおいくつ今い1111歳11歳えっ11歳っつったら何年生今小6小学校6年生何レンジャーの時のねちっちゃい時何レンジャーだった ちっちゃい時何で、うん、ターボレンジャーウケ <laughs> てるウケてるターボレンジャーめちゃめちゃウケてる,受けてる <laughs> また怖くなってる口こんなに口を押さえてるシュルウケてる正解これだったんそれ <laughs> ターボレンジャーが全部正解だったんだな <laughs> ン選手の方言で全然ウケなかったけど <laughs> ターボレンジャーでハマったんだ <laughs> ターボレンジャー面白かったえ <laughs> <laughs> なんか飲んでるかな。もしかしたらお母さんに泣いててなんか飲んできたんじゃないか。すごいな。やばいワックスが。ワックスおワックスつけてる。ワクレットワックスつけてるから。あそうね。いなせだねいなせだね。なんで女の子にモテるってから。女の子にモテるってから。持てないよ。持てないよ。持ない。え嘘つけ。好きな人はいる？いないいない？いや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 言っちゃえ。いいいな 和俊くんだよね和俊くんありがとうねわざわざこっちで紙もらってきてありがとうね急遽ね急遽だったから買ったんだよ買ったそうその淳選手のサインがはいはいはいこちら本当だ淳選手の線の方が淳選手の顔になってるんだよ今ユーストリームの方では配信されてるんですけどはいはいはいなるほどそういうサインですねうんうんなんか 全然見ずに投資です。カズトシくんもらったサイン全然見ずに折りたたんでし。い <laughs> わ言われてから見ようかなと思ってから一瞬見てすぐったためし。飛行機にして飛ばさんでよこれ。これあれだなあのー、最終的に最終的に選択するパターンだな。<laughs> うん、ポケットに入れといてから。うん デイズ受けてる。えーじゃあカサシスく気をつけてね。ありがとうね急遽出てもらってね。うんなんか言いたいことある？最後に。うん。純選手にでもいいし。うん。右のあの洋柄のにでもいいし。タブレンジャー。タブレンジャー。

であの「せいざ」じゃなくて「キョウつけだ」「きりいつ」か「きりいつ」でいったら「うきみそれ」って「うきみそれ」で「キョウつけ」は「ちゃまっすぐ」「レイは「グブリグブリ。いや覚える言葉しみ多いじゃないですかそしたら先生が「ひやささ」ってくるうから「じゃあさあの「 ちょうど三人いるから三人いるからあのなんで急に回したばラジオゲーよお母さんお母さんもう迎えに来てくださいお母さんあんたの息子大変になってるわバイバイありがとうねじゃあカズタシ君バイバイ気をつけてねそばしょうからももらうか俺の名前わかるわからんわからんよねはじっ テレビで逆に何だと思う当ててみて名前名前何だと思う名前はねーえっと名前はねー書いてあるよあっちに書いてあるよ画面見てごらんターボレンジャーターボレンジャーなんなこれじゃあ今日からターボレンジャー今日から俺ターボレンジャーなん一人だし ターグレンジャーじゃあ来週ターボレンジャーで紹介するからさありがとうね。ありがとうね。そばしょうの際はちなみにこれですよ見えるかなもうお母さんからもうお母さんに打ち殺されるお母ささんに打ち殺れた大変さ。ありがとうね。バイバイ。ありがとう。じゃあね。待っとくよ待っとくよじゃない。 急にじゃみたいな感じになってきて最初はじかさごうた私がやこちらですね一つメッセージ届いてるのでメありがとうございます大阪のおばちゃんからですねはいありがとうございますはいはい潤選手のうんこドリルを娘に見せるか迷ってる大阪のおばちゃんですこんばんはこんんばは、いつも何かこうかなと思いながらパソコンに向かってますよきっと他の リスナーさんも一緒じゃないですかね、うん、だってツイキャスはみんないっぱいおしゃべりしてますよああす、ね、放送中か ツイッターでもいいから何かお題くれたらメールもしやすいんですけどね本当ですか検討してみてくださいなってわ嬉しいこれはあのー、まあ僕にもよくあるんですけど何かしらねお題を出して、うん、その方が、まああが送りたい人も結構いるってあ本当ですか、うん、あお題があ,のあれば、まあ、確かにそうですね嬉しいですね書きやすいですしじゃあ今日このきっかけで。 何かしら僕なんかがでもねなんかこれってちょっとコーナーみたいな感じになっていくんじゃないかなるほどねやってしまったらね一旦はどれだけこのテーマで皆さんがメールいただけるのかっていうお試しもいいんじゃないですかでも、うん、お風呂で例えば入った時にそのままおしっこしますかっていう <laughs> する人しない人、うん、ああなるほどね、はい、私はしますっていう。 これは湯船か湯船じゃないかっていうところもあるよね。これはどっちでもいいです。湯船でもいいですし、湯船じゃなくてもいいです。シャワータイプシャワータイプだけど、自分では意識してないけど、あっちはもう始まってるね。あっちは始まってるってなんだ。始まってる。先に。あもう意識してなくても。人間の本能かもしれんな、もしかしたら。温まりますからね。急に尿意がね。 リラックス状態に落ちるんで、うん。俺も一緒だな。あっちが始まってるな。あっちから始まるでしょ。<laughs> あ,あ気づいたらもう,う終わるでしょ。終わりますね。うん、あいやあれは別にもうね、なんだ汚いではありますけど、あれはもう仕方ない生理現象ですから。うんうんうん <laughs> する人しますかしないですかっていうたけしさんは、はい「シーは必ずトイレでします」って <laughs> えー珍しいですね,だね、うん、珍しい珍しいよちょっと珍しい <laughs> もしかしたら普通に芝居は必ずトイレでするっていう人がちょっとおかかししいいもしれない、うん、<laughs> あれができたけどあのトイレというのができたけどあれは 本当に正解なのかは分かりませんからね <laughs> あっちでやるのはフェリーじゃなくても一応できますからまあそんな話でしょ要するにそういうことですよそういうことで,、まあ、であるある的なもので何か頂けたら、うん、ほうほうほうじゃあとっさだけど、はい、何かあるかなう、うん、僕はこんなするけどねでじゃあもうこれに近いことであれば、はい、あのー まあ、今芝居の話したさ、あのマギーの話だったら、あの。吹くときに、立って吹くか、座って吹くかだね。<laughs> そんな人いる、じゃ、吹から。いや、吹くときに、立って吹く人いる。俺、立って吹く。じゃ、じゃ、え、立って吹くんすかそ。それまでは、立って吹いてた、要するに。で、とも、いっしょ。しょ<緒>。あ、としのとし。かずとしくん。かずとしくんも一緒。一緒なんだあ、だから、俺も、このぐらいまで、立ってからやってた。 若いちっちゃい頃はってこんそうだねちっちゃい時はだって立って吹いたら一回門閉じるじゃないですか門が門が閉じたら夜の修理場になるじゃないですか明るくなってライトアップで照らされて閉じるじゃないですかそしたらもうなんていうんですかもうこのちゃんと綺麗にというかうんだからだからかなそっちなんかカチャカチャ汗って歩いた

もうおし立ってからだったらその方がなんでいいやんべなのかとかどういうメリットがあるかとかこのお題はこれでいいのかとかでもいいですしじゃあちょっと来週もしあれだったらメールでねいただけたらメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字となっておりますのでぜひ来週お待ちしておりますよ皆さん。するきは 立ってくか座りながらくかそれともそもそも服かないかあいるかもしれませんしオシャッターくかあなるほどねオシャッスましてもう終わりっていう自然乾燥あとはそうそうそうびっちゃびちゃなるでしょうありがとうございますぜひねはいよろしくお願いしますおばちゃんさんもありがとうございますメールありがとうございますねはいどうも先生コーナーはねちこちちゃういくといつものコーナー行きますか行きましょうはいはい 木曜オリジンアワーのコーナー純、えー、選手口ニュースのコーナーポンポン,ポンさあ始まりました <laughs>、えー、このコーナーはで,ーーでしょ<ー>、うん、じゃあポーン言われたら、うん 先行で言われたら俺、よをあとで追っていくんですかそそそうううこれでいいですかだいたいよを着てポンなんですけど、んてなそもそもよをポンの意味が全然分からない。さあ、このコーナー、ですね純選しぐちニュースのコーナーなんですけれども、とあるニュースを普通の日本語ではなく、純選しぐちに直して、訳して読んでいただくというコーナーとなっております。思うよよ回と もう言わんこうかなと思った三回もこの連続で言うから言うけどなんで言って純戦士っていう俺言ってました言ってる言ってる俺純戦士って言ってまわ戦いるそうなノーガラと戦ってるわけやわ純戦士純戦士言ってたんか剣持っちゃおる風 さあ、じゃあそんな準選手口ニュースとあのですね今日はまあこれ今日のニュースなんですけどもちょっと結構ねいいニュースであるので本当ですかいつもよりちょっと長くなってるあ、なるほどじゃあちょっとそれもねあの準選手口に直していただいて僕ら聞いてる皆さんで当てていきましょうよはい行きましょうはいよろしくお願いしますさあそれでは早速準選手口ニュースでございますどうぞ十三周人 ウナニキノ、ジューサンスジューサンスジューキ i n e n k i ンジタルチュガ、オールマスミジハサマにーにン回イガンカイウロ、会ナギンカイマースマディマジョンウトカヤ、メナチビントチュクティトラチニフェド、など、うん、ウふくいし思いが a びた i t a 日ニビチルクニミノ、チュジ、ユキ カナサンドーディチアビタル沖縄市の会社員シャイさんや、チムドンドンさんにぬがひないる思いやりいたしが、ワンネカフムンやりびるんちいち、ユキエさんや、チュノメウンジ、ののんんじはじかさすし、ねらんなたるトクルンカイ、チムガナさんでいち、ディーチ、ウィリキーがそうやびた。ウィリキア、ウンナ、ウンナソンウティ、はい、ヌミヤケエソル、 さんやチキアトルイナ軍会、ドゥガチクテル歌アビアニ、にビチシトラシェンチアビティ、ウタイイタン。はい、失敗しね、オールスオールマースミジンカイ、トゥブガヤデチソータンデヌグトイヤイビタン。とはんしクリ。え、以上で、うん、クリ、うん、<laughs> 難しい。こゆいなぁ。今日、こゆいっすねー。あ、そうね。 全然途中でユーリキアさんが出たのはわかりました。ユーリキアは知らんと。知らんないんじゃ、さらにユージさんとリキアさんが出たのはわかりました。ええ、に新庄食堂。えああ、もしかしたら、ね、近いかもしれない、なに新庄食堂。に食堂で、最後の収録終わりの、お客さんに。あの景品をあげるときに、A の十六って言って。 これ大体、ワッタぐらいしか分からんけど、ワッタと、ね、あのいつも来てくれるお客さんぐらい。<laughs> で、見てみ、大城さんも分からんやし、お前、県産品のスタイルまで分からんだろう。<laughs> <laughs> え、なんだろう、オールミジなんたらっていうのえーっとね、オールマースミジね。オールマースミジ。うん、じゃあ、ちょっと聞いていいかな。スキャスあっ、おー、ゴーだ。 竹志さんがですね、えー、聞え取れた言葉,た言葉13周年企画の毎日弁当を作ってくれてありがとうと妻がゆきえさんで女損っていうことでおうえもう,おう付き合っているてでまた結婚ワードワードで今もう知ってる聞き取れた言葉って言ってるんですけど、うんあのー、ここまで来たらもう正解じゃないですかあ、マジですかすごいっすねゴーザ竹志さんでちょっとあの僕が解説しましょうね、はい、お願いします、えー、13周年を迎えた女の駅の13祝い記念企画 参加者は海を挟み向かいの相手に対し<ー>死ぬまで一緒にいよう,う,いう毎日弁当ありがとうなど大声で思いを叫んだ<ー>結婚6年目の妻幸恵さんに大好きだよと叫んだ沖縄市の会社員さきさんは緊張して寿命が縮む思いだった、はい、感謝を伝えて幸せだと言い幸い恵、うん、さんは人前で叫ぶテれを乗り越えたところに愛情を感じた、はい、と嬉しそうだった 女ンで飲食店を経営する玉木さんは交際中の女性にオリジナルソングに乗せて愛を叫び結婚しようとプロポーズした結果は OK 失敗したら海に飛び込もうと思っていたそうですね <laughs> リスクでかいなおいずぶ濡れになるわ <laughs> うんということでねあの女の駅わかります女の駅にじゃ行ったことあるのでちょうどあのハート型のアーチ状の。 あのう海、まあ、川かなっていうのがあるんですね。あるわけさ、カルチャーあにあるみたいなセット<ー>、えー、なんていうのかな、あれはね、イルミネーションみたいなハート型の、ちょうどあの写真撮るスペースがあるわけ、うん、いいところ、そっちで、まあ、こういう、えー、13年っていうことで、<ー>もう、愛を叫ぶっていうか。

水,は水,水や水で <laughs> 海なんか分解してから組み立てたら海になるような言葉になってません <laughs> <laughs> こんなに難しいんだな、うん、で、えー、オリジナルソングは、はいド「ドゥが作っている歌」うんうん「ドゥが作っている歌」なるほどねで、えー「死ぬまで一緒にいようと」と今ほんとに「死ぬ」って入ってるんだけどいい言葉だよねこれね「死ぬまで一緒にいよう」と「ーケーマースまで魔人打とうかやーって」 けマースまでっていう意味であの、結果は OK ということでウータイウータイ OK というニュアンスの意味はウー男の人はウーサインとか言う人を呼ぶ時はえサイいとかで丁寧語で「はい」っていうのはウーサイあんすこといなぐとウータイ」 はうん、私がこの「歌い」とかやったら「いた」「いたり」「がいたり」そこになる誰々が「いたり」「そこいたい」とか「う歌いみそ落ち」ってなったら「お疲れ様です」なる、はい、えーうん、難しいなー歌い味噌ち、うん。 そう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 いうの似たような言葉で似たような言葉でもちっちゃいところにちっちゃいああいうえお」が入ってたりとか、はい、また「点々」が入ってたりとか、はい、そんなので意味が違うから話してるうちにだん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 あこの人はこういうことで言ってるんだなっていうのが分かるわけ。はなるほどね。うんうん、僕が聞き取れなかったこの有力屋さんはどこの部分で 全く然分かんなかったんですけど多分何でお前天産品の話してるのか意味が分からんかっら行江さんの部分で俺多分有力が分かったから行江辻行江さんか行江さんの名前でおうウィリキウィリキはウィリキやウィリキは楽しいって意味ウィリキウィリキあのこれウィリキウィリキって言うさウィリキさん楽しいって意味へえ あ、そういういい意味なんす、ね、うににちちっちゃいイーがつく、うん、でややこしいな有力屋さん。<laughs> <laughs> <laughs> ゆうじさんとたまに飲むからは行っとくからよ。言うな言うな、簡単に出すなら、出さないでくださいよ。あの人すぐだよそれはそれで、おかしいっす、言ってるの。あの人それでよって、どつボはまっちゃってるじゃないですか、自分も。やばいやばい。じゃあ、CM いきましょうか。さあというわけで、以上、純選しぐちニュースのコーナーでした。ありがとうございました。メール、まだまだお待ちしておりますので、メールアドレスもう一回いっておきますか。 マーク f m n a j p すべて小文字で ORIGINFMNA.jp までよろしくお願いします。CM どうぞはル キャー助けていや叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てああこの声はちょっと待てすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来い良い品をいつも安くビッグワンこの番組は良い品を いつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。Uh huh. mm hmm. まだいるの？<laughs> <laughs> まだ。カズトシくん。カズくんは。いやーありがとうね本当に。<laughs> ね<ー>。<laughs> お母さんま待ってるってこっちで。<laughs> 待ってるって言って、うん、ちょうどバ,バス停 <laughs> みたいにね。うん、<laughs> <laughs> なんかさ聞いたら。<laughs> うん この別の曜日のオリジンアワーでもお母さん待ってるって言って急遽出演したうちの芸人のきパンジさんもその理由で全く同じ待ちやすいんでしょうねここのポジションがお気鋭通り一番ここの FM 那覇さんがそういう空間なのかこっち全然いつでもお母さん来たありがとうねよかったらもうっと警察呼ぼせとしたよ お気をつけて。でも嬉しいね。ええ、こうやってね。全然もう見に来ていただいて構いませんので、皆さんもバイバイ。うん、ありがとうございました。将来心配だな。心配じゃないよ。ちゃんとしたね。青年になるんだよ。ね。ね、座ってお尻拭いてね。ね。ちゃんと。ありがとう。若干十一歳ですけどもね。うん。ちょっとあの。 お母さんもすごいね、こう自分でいといて言ってから。いやいいんですよ全然大丈夫ですよ。ありがとうございました。さあそのあのさっきのお話に戻るんですけど、メールのねお題がちょっといただけたらなっていうことで、さっき決まったあのメールのお題で、お尻この拭くときに立って拭きますか、それとも座って拭きますかのメールで。はいはいはい。 決まりましたんですけど、お題が。別にもうみんな恥ずかしいことではないですけど、大阪のおばちゃんさんからツイキャスコメントでいただいてるんですけど。まあ、あの、これはもう普通に正しいこと言ってるとは思うんですけど。女性答えにくいと。あかんお題やな、どっちが言うたら、みたいな。どっちか言うたらと。確かに。なまあ、女性はまあまあ、答えにくいですか。そうですか。そっか。でも、なんか女性のこと知りたいよね。逆に。 一応はね一応はまあまあそっちの方がが何なったら強いかなっていう感じありますの大阪のおばちゃんさんからメールいただいた時に最初のね潤選手のうんこドリルを娘に見せるか迷ってるとこちら YouTube のわらしみでチャンネルでやってるんですけどもね本家のうんこ漢字ドリルをリスペクトした企画といって沖縄方言をうんこ 何方言講座みたいな感じでやってるんですけども出演者がね、うん、えちょっとなねあのキープーさんの相方のミッキーさんがね、はい、あの急に踏ん張ってて、うん、でそのね動画見たら一応分かると思うんですけど <laughs> す動画見たらねもうアホのみたいな何,何がやりたいの <laughs> 本当にね、うん 何をしてるんだこの人たちは一生懸命撮影とかもテロップも入れてにうもないい面白やつねこれでもただ方言の方言講座としてやってるから方言はもう入ってきますからまあ県外の人なんかでも分かるような簡単な方言 まあこれ沖縄方言って言ってしまってるんだけどもねこれはも簡単に、ね、YouTube でもありますんで実は1個でまあ今に2つ更新されてるけど、はい、まだ撮ってるんだよね <laughs> まだいくつかあるんですねうん、うん、まだ全然撮っていってるあなるほどでも言ったらもう大阪のおばちゃんさんも今メールでこのねまあ、うん、運行方言講座、うん、まあ運行絡みでねこのお題は結構いいとは思うんですう のに関してはやっぱり娘,、うん、娘さんをどう育てたいかっていうのもあるんで <laughs> <laughs> 今後, <laughs> 今,後<の>今後あなたは自分の娘さんをどう育てたいかで見せる見せないは変わってきますよ、はい、<と>そうそうそう,そう見せる見せないは自由だけど僕は責任取りませんあれ見ただけで育ち方が変わるんだ あのー、分からんよ一応なんか何かしら陽、ね、気になるんじゃないしかと <laughs> いですよ、一応、うんうん、面白いですからね。<laughs> えー、そして合、えー、田武史さんからツイキャスコメントいただいています、はいえー。男の人はトイレで小さい方するときに自分の触るって本当ですかと、えー、女性はトイレで自分の触ることがないので信じられませんと、うん、ああ,あ、じゃあじゃ触らんかったら、うん、あの二刀流、三刀流になっていくからね。 まあそういうことですよあのね何ていうんですかねあのホース蛇口につないだホースでホースの先端部分ギュってつまむじゃないですかつまんだら水が2車線になるじゃないですかそうそうそう触らんかったらあの2車線になるんですよ散らばるんですよだからおうをのかせるさ掃そう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 そそうそうそうう を泣かすこととになるまあ変な触り方じゃなくてね普通に普通にもう全然あのナチュラルですよ <うん S 1> ナチュラルハンドあのさ俺ちょっとわからないのがあって <はい S 2> あのこれ用を出す時にさ <はい S 2> 芝居する時に最初に手洗う人いるさはい,はい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 思うけど最初に手洗う人うん最初に手洗ってでそれからやって それは俺分かりますよあれもう何だなんていうんですか簡単に言ったら潔癖みたいなもんじゃないですか自分のねこの物を、うん、自分の息子を触る時に息子に風邪をひかすとダメだからっていう意味で,でそこまでしなくても、うん、ねばい菌が入ったらあ,、うん、あれですからっていう意味で多分その前あのその前に手を洗って一回。うん あ用を足してまた手を洗うっていう普通に考えてよ俺32年、はい、そういうことし,しなくて、はい、普通に免疫力ついてると思うけど <laughs> <然>ああなるほどね自分の息子は、うん、<laughs> それはもう育っていけばねしし強くなっていきますから免疫力は。 う最初に手洗う人って言ったらもしかしたらどっかのね、うん、国とか行ったらすぐなんか感染するかもしれないいろんなのかな終わっただ大丈夫だけど何の話に行き着いてるば <laughs> 終着地点ゴアダタケシさんからいただいてますよ、うん、コメントですねうんちを絡めないと方言使えなくなったら、うんうん、うちなんちゅうの友達はできにくいかもしれないですねと来てますねあさっきのうんちうんち方言講座ですね <laughs> あなるほどね、まあ、これもぜひね見ていただいてまだ見てないあ見てるでしょみ見てくれてるんじゃないあ見てくれてるんでしょうね大田武さんは、うん、大阪のおばちゃんさん先ほどのおしっこのこの、はい、あの二車線になるチラバルとか言ってますね、うん、これも分かるんじゃないですか大阪のおばちゃんさんはねまあどのくらいの方とお付き合いされてるかで分あるかもしれんけ 多分,分かると思いますよそして郷、えー、田武さんからもいただいておりますありがとうございますと今先ほどの話ですね <laughs> えー、夫が帰ってきたらオンエア聞かせて確認しますと <laughs> <laughs> そんな確認するほどのものでもないですけどね一応是非、うん、ね、うん、あのまあ確認してくださいというのか <laughs> あれですけど <laughs> お願いします <laughs> 何の話をしてるんかっていうしょうもないな <laughs> 本当に。 うん、まあまあでもそれはね女性はあの触らないかもしれませんけど、うん、男性は触りますよでも確かによ生きがいはからんしがね女の人も知りたいところもあるさそういうまああのーうん、男性からしてってことですよねそう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 どこでどこで、うん、だ女性は振るんすかね男って振るじゃないですかあ <laughs> 終わったら終わったらはい気ぶ、はいはい、るすからみたいな感じでしょ ブブルブルって縦ブレでもいいですし横ブレでもいいですけどそれで一回も途切らしてやるけど女性の人あ女性の人は違うか服からか服服から振ることはないんだ。 分からん、もう一回、もね、こんな話もしたことないし誰のも、ね、<laughs> 聞いたこともないし見たこともないしただ、ただそれを知ったところで、はい、ああ、なるほどね、ぐらいた <laughs> <laughs> 確かにね、<laughs> 確かに今俺もやっと分かった <laughs> なるほどねしかいかないな、うん、まあ結局、一応それは、ね、あのもう今日、来週やろうって決めたからぜひメールお待ちしてますよこれ、ま、待っときましょうね。待っときますうん、うん もう一度テーマ、うん、来週のメールのテーマがこれ初メールのテーマなんですけど大きい方の、まあ、言ったら運行するときに、うん、えし終わった後立ってお尻を拭きますかそれとも座ってお尻を拭きますかというテーマで、はい、一度ね、うん ちょっと皆さんメールいただきたいなと思います僕はもう座って吹くよっていう人に本当に衝撃受けましたからだって吹く方だったからでしょそれはそれはもうぜひね来週メールお待ちしてますのでよろしくお願いしますはい本日もメール追加するコメントとありがとうございましたありがとうございますね本当にね大阪のおばちゃんさんからねはいもうたくさんいただきましたねはいはい一通でございますけどもいやいいんですよゴーダーさんからねいただいたものも変わりないですからありがとうございますあの ファンもっと増えてほしいな、はい、急になんでか、うん、はいじゃあそれではですね、はい、本日木曜オリジンアワー担当いたしましたのは、はい、ジュン選手とスッとこどっこいそばしょうでした1ペ<辺>二ン2ペルボディービルうん